Hey guys, my name is Asamon. Nice to meet you. 改めまして、推しがすぐ死ぬ男アサモンです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会テレビアニメ2期第3話、シング・ソング・スマイルです。なんだっけ？シング・ソング・スマイル？はん？まあ、なんだろうね。わかんねえ。まあ、まず前回のおさらい第2話。エマベルデが活躍をしてくれた。よくやったと思う。でもね、やっぱね、ランジュが、なんかこう、あんまり、一緒にやりたくねえ。一緒にやりたくないっていうか、それよりもやっぱり一人の方が合ってるよね、みたいな。感じの印象が強かったかな。まあでもそれをね、我らがエマベルで同じ留学した身だからっていうことでね、ランジュの方に声をかけるんだけどっていうのがあって、ランジュすげえ家に住んでたな、一人暮らし、びっくりした。よかったんだけどね。まあでもなんかオープニングとかエンディングの感じ見ると、なんか一緒に入って歌いそうな気はするからね。まあ、多分そのうち何かしらの動きはあるでしょうっていう感じなんで、もう今回も第3話早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。どういう風に持っていくんだろうね。持っていき方が分かんないんだよね。だってなんか感動させるっていうか、ファンとのうんぬんがかんぬんみたいなありじゃん。むずいじゃん、そこらへん。公式 YouTube の方から、9分21秒のところから再生していきます。9分21秒です。はい、それでは、再生していきます。3、2、1、スタート。サンライズ。どうした？この声はずれてね。ずれてね。ユニットみてえな感じになるんだろう。だからわかんないけどさ、ユウ、お前は何の話？不穏なこと言うのやめてくれよ。これさあ、マジでさあ、俺ほんとずっと疑問に思うんだけど、ライブ行ったことないからわかんないんだけど、ユウは、いるの？ライブに。キャラソンが出てるとかどうかとかもわかんないんだけど、歌わないの？ユウって。なんか全然想像がつかないからさ、この状態でライブ行って歌われたら俺多分泣くよ。あ、エマベルデ、これマジでいい曲よね。すげえ好き、超好き。これライブ行きてえな。これ絶対楽しいじゃん。さあ始まる。
おお、違うし、なんだこれは、なんだこれは、ヒーローみたいな、なんだあのヒーローみたいな、おもろ、何そういう系統なの、ユニット曲が、まあユニットって勝手に呼んでるけど実際はどんなんかわかんないけどさ、あの感じでいくの、今までには確かになかったから面白そうではある。カラフルデイズ、カラフルスマイルズ、最高でしかねえ、超好き。このエンディングもいいよな。でも4曲あって、どんな風に分けるんだろう。本編開始、第3話、シングソングスマイルズ、ほう、着ぐるみ衣装って言わんかったかい、バーチャル、これか、これか、こら、こら、こら、ライブの演出でありそうやな。でもやろうと思えばできるんかな、実際。うん。らしくないな。どうした？ほう、いい考えだ。かわいい。なんだ？はあ、なるほどね。楽しそう。かわいい。好きだ、エマベルで。いってらっしゃい。アイさん、面白い、面白い、もうちょっと説明しろよ、誤解が生じるやん。女の子っぽい部屋だ。ほう、ぽいな、ありやね、いいね、かわいいね、かわいいよ、ああ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 。
すげえな、こんな風に変わんの。ブスーっとして、どうした？お、あ、おるおる。曲を作るってよ。大丈夫かな？ほう。すげえ。はあ、もうちょっと素直になってもいいと思うけどな。もう二番目になってるな、いつの間にか。寝る気しかない、寝る気しかない。行きたい。久しぶり、元気だった？なんて料理が上手なんでしょう。いいな、俺にも作ってくれよ。一番この家に行きたい。ええ子や。うまそう。うまそう。ええお姉ちゃんや。ええ家庭や。俺も止めてくれよ。作曲か。浮かばんか。どうした？ミヤちゃん。すげえ。うん。
なるほど。なるほど。まあでもな。なんかちょっと嫌な感じするな。ムってなるよ。すげえ家だな、やっぱ。タワマンだよ。全然揃わねえ。ああ、ああ、ああ、バラバラだ。大盛りの牛丼屋さんってなんだ？どこだ？でもそれでいいじゃん。ああ。確かにね。大変だな。CM 飛ばさずに、もうこのまんまよ。このまんま行くよ。でもどういうふうにするんだろうな、マジで。作曲ってむずいだろ。で、完全な無から生み出さないといけないんでしょ。いや、まあ作詞も作曲も何もかもだけどさ。でも、それができた時よね。今気づいてしまったんだけど、これもしかして最終回で歌ったりするやつじゃない？違うかな？そんなことない。その可能性ありけりでは。始まった。合同ライブまであと4日。こっちもこっちでなー。どうした？みんなでね。みんなで。まあそうね。そんなことないでしょ。そこまで卑下するつもりはない。ときめいている。
よかった。エマベルデのお家だ。かわいい、かわいい。やばい、マジで照れるやつでは。うん、お世話好きだよ。そう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 、恥ずかしいね。お前は世界で一番美しい。うんうん、お前の声は海を渡る。何でもできるよね。うん、テレテレ。みんなこの写真持ってんね、ちゃんと。素晴らしい。一緒になる。どうなるんだろう。かわいいベッドや。かわいい。当日になったやん。さあ何歌う？どうする？なんだ？クォーツ。ほう。すげえ、曲やないか。
お、響いとるやん。これいいな、ユウさん、決意の目だ。大丈夫かな。いい最終回だった。これエンディングやばない？うーわー、持ってかれた。なんかあれ？ってなったもん。このこれ知ってるってなったもん。いやー、ちょっと待って、もう一回聞きて、めっちゃ良かったな。あとでもう一回聞こう。あ、わかんねえんだ。あ、次回はいラブトライアングル。やばくねえこれ。ちょっと、もう一回聞こう。これピアノアレンジ。33分29、30、31、32、33。
これやばない、やっぱ。もうエンディングが全てをかっさらっていった。やべえって、これすごかったね。もう 終わろう すげかった。これはすごかった。で、クォーツの4人も良かったね。クォーツの4人も良かったし、ユウさん マジで。やべ、すごかったわ。もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメント、やべやべ、高評価、いいね。よろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、ラブライブシリーズ公式 YouTube チャンネルから、ラブライブ虹ヶ関学園スクールアイドル同好会テレビアニメ2期第3話、シングソングスマイルでした。ありがとうございました。